大谷、来年48本打てば、主審数を抜いて、アジア人最多ホームランに躍り出る。歴代アジア人、通算本塁打数で現在、大谷翔平は中の218本、松井の175本に次ぐ171本で、3位となっている。ペースおかしいよ翔平、6000打数経ったら、400本ペースなのすごくね。まあ48本でも、大谷のキャリアハイだし、ワンチャン数本残しで、持ち越しの可能性も。思ったより球審数が打ってた、もっとアベレージよりかと。50本がノルマよな今年、みんなが期待してる大台やし、DH 戦ならやってもらいたい。シーズン50本塁打達成できたら、アジア人で敗れる、やつとか今後出てこないんじゃね？手術して本調子になるまで、まだまだかかるだろうし、今年は30本でも上々や。審査がしょぼく見えるんやから、やっぱ打者大谷って頭おかしいわ。このペースで打ち続ければ、シンスと同じ打数だと、419本打つことになる。